県内で漁船による事故が相次いでいることを受け、海保や県などが連携協定を結びました。県庁で行われた締結式では、宮城海上保安部や県など4つの機関の代表が協定書に署名しました。県内では今年1月から2月にかけての大しけの影響などで、去年のおよそ3倍にあたる41件の船の事故が発生していて、 このうち漁船がおよそ6割を占めています例年10月ごろから事故が増える傾向があることからこの協定に基づいて漁業者に注意を呼びかけることにしています,、はい OK、です今回4期間あの協力いたしまして連携してさらに強化した漁船海岸阻止の活動ということを続けていきたいと